はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パープロサクセススペシャル、復帰してですね、とりあえず強化フリートが来てますのでやっていきたいと思います。今回はピッチャーでやっていきます。で、一応デッキの方なんですけども、今あるガチャをですね引いてきて、まあ、ちょいちょい揃えてきました。まずアルティメット明神ですね。で、あと挑戦の合わせさんと、これはキャッチャーかな、新海さんなんですけれども、スタミナでも使えますと。で、彼女キャラは入れた方がいいので、はるかちゃんを連れてきてます。で、あと、もともと持ってるワールドクラスの怒り守くんで、まあさすがにちょっと SR が揃わなくて、で、あれなんですね、バウンサーがいなくて、あれバウンサーでいいんだっけ、青いやつ。一応バウンサー要員で、この成本ちゃん、成本くん、どっちか分かんないけど、男だな男マークがついてるからを入れてます。レベルは1です。で、一応まあここ3人揃えられたのも、今始めるとね、もういきなり多分パワーストーン2500個くらいもらえるんで、まあ、今来てるガチャをある程度、引くことはできます。で、まだあと3000くらい残ってるんで、まあいろいろね、あのチャレンジも一番最初からになってるんで、どん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 パワーストーン溜まっていくんで、まあ、どっかでね、どっかすげえいいやつが来たら全部ぶっ込んでいこうかなという感じです。それまではまあチケットで我慢していきましょう。じゃあまずは出航で、これね、どこ行けばいいの、いいところってどれ、アステレスとか、なんか多分新しい高校の方がいいよね、なんとなくだけど。この先がアスレテース、アスレテースに行くとどこに行くの、今度目的地変更にして、で、メカニクス、シラス、バンプっていう感じか。まあいいや、ちょっとここに行ってみよう。一番最初はもう出航しかできないんで、で、ポイントもらえます。95で、彼女キャラはまあそこまで意識せずでいいでしょう。最後6月の4週で基本的なイベントは終わっちゃうんで、で、これどれがいいの、こっちすごいよね、筋力、合同練習もありか。じゃあまあまあまあ、まずはここでいこう。船積みタックって言ってもさ、何も積んでねえんだけど。今のは圧縮されてないよね、だって圧縮されてないで、これでまた圧縮されるのかというかまた異常なんだけどこれで、出航の時に、あ、まだ海賊はいないのか。最初は海賊が出現してくるとあれなんだよな。で、3色は集めたいんだよね、とは言ってもまあちょっと貯められる時に貯めておくか。船積みタックもできるし、で、ちょっと待って、さすがに無理だな、死ぬな。メンタルで、メンタルってさ、筋力116入るとかいかれてるよね。ちょっと一回寝るか。なるべく出航は回したいんだけどな。で、あと2回やって出航の時に体力が回復するんで、ちょっとあれだな、目先の経験点にやっぱり惑わされずやってった方がいいのかな。これどうしよう、ちょっと運び込もう。で、一番すごいやつが多分経験点にはならないから、で、こうか、もうこれで出航しようって。そう、なんかなんだっけ、お助けキャラみたいなの、なんとなく変化球キャラにしてます。で、そうすると練習レベルが一番すごいやつが上がって、他2つが経験点になるんで、出航して、で、どこがいいんだ、
タイムオーバーになってる。先を見たときにここ結構色がばらけてんな。ちょっとメカニクスに行くか。じゃあこの先は見れないの？この先は見れないか。これで目的地到着して変化563。あ、そう、ここね、999突破できるんでそれは大丈夫ですっていう。おお、いいね、全経験点からの彼女ボーナスの。おお、ありがたい。これが彼女の力。対抗しよう。あ、そっか、コツが手に入るから、コツはある程度潰しておかないといけなくて、まあ、最低限のコツでいいよね。リリースと勝ち運とバント封じなんだけど、敏捷がない。あ、黄色きてんな、いいな。とはいえ、とはいえよ、合同練習ありだからここだな。テトリス気になること。やる気が下がったんだけど。あ、で変化もいけるね。異常だな、マジで異常だなこれ。でもさ、どうなのこれ、形が良くないけど、まあいいや、やろうか。技術が足んなそうだな、今のまんまだと。これどっちだ。まあ取れるようになればいいか。なんかそりゃそうだよねって感じだな、今思ったけど。さてで、黄色が6、まあ、すげえものが来てるわけではないから、これもなんか美味しいよな。黄色は入れておきたいけど、これやったらさ、黄色入んの？なんかちょっと先に、まあ、ピンショーも兼ねて黄色やろう。これは何がいい？なんか手伝ったら体力減りそうだな。自分がね、手伝ってもらったら。これはちょっと何も見てないからどうなるか分かんない。先制ストライクか。え、何？よく分かんない。東大薬道。あ、無理だな、死ぬな。ここで体力回復系があるといいんだけど、ちょっとないな。出航がどうなってる？あ、アスルテースがまた上にあんの。これ引き継ぐからね、合同練習。天空中央に行くか。でも行っちゃおう。出航出航。体力ないから回復させるのも兼ねて。で、変化球が異常だな。よし、全経験点でかい。おお、いいねいいねいいね。彼女ボーナス全経験点84。やる気は上がった。さてちょっと待って、変化球がもうやばいことになってるから。で、今回は何にしようかね。速い系で攻める、高速スライダーからの。技術が足りるか、スプリット。いいね。で、球速をちょっと上げていこう。技術足んねえな、技術不足だな。技術、あ、これすげえ揃えやすい。はるかちゃんもいるな。あ、ここで海賊団が現れるのか。これは雪山に連れていこう。やったことないやつ。バント封じほら、余計なのが来ちゃったよ。ま、敏捷ポイントを少しでも軽減できるって考えれば2とかだな。先制ストライクも取ろう。コツ取っちゃったものはどんどん潰していこう。で、技術欲しいから、それ以外のものも欲しいよね。で、ここで出航見たときに、そうだよね、海賊がいるよね。なので赤をちょっと積んどかなきゃいけない。
よし、体力回復した。からの、これも欲しい。776になるのか。一回これを、やって、で、コツが来ると、必死に運べるんで、やるでしょ？ゲーム。で、体力回復しての、今、1177。1177か。なんか、すげえのが来てない限りは、なんかもう、さよならしていい気がするな。彼女2つできるかで、11で変化球レベルが上がって77だから、あれ星溜まってる、そもそも溜まってねえじゃん。よくよく見れば77は維持したいから、77は維持したいのよ。東雲ちゃんがいるから、じゃあこうしよう。監督評価も上げつつ、何回や浮き足だった。あ、これコンボ発生するんだ。ときめこう。よくわかんねえけど、ジャイロボール。評価が上がらなかった。一応ちょっと見よう。まあ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 だな。というわけで、技術がないから潰せる。伸びはちょっと、伸び1か、重いからな。で、出航してアスレテースに行って、てか果たしてアスレテースが本当にいいのかがよくわからん。で、そう、変化レベル上がって技術254で、アスレテースボーナスで254、でかい。お見送りボーナスありがとう、筋力ちょっとでも増える。で、彼女ボーナスで254。すげえ。海賊船ボーナス228。マジか、すげえぞ。ちょっと待って、一気に技術きたな。でコントロール上げていくか。まあ言うても技術だいぶ使うな。とはいえ S までは持ってけるか。で、タックの、あ、いいな、ちょっと技術欲しいから。あ、カイルがでもあれか、1か。まあ、全体的な話をするとここもいいよね。積載量が、よし、これやろう。船積みタワーで、ここは引き止める。で、544とか。赤はでも欲しいんだよな。新海ちゃんか。ちょっと544、経験点だけ見るとな。あ、はるかちゃんいるわ、やろう。経験点に目がくらん。告白きた。任せてくれ。てか、はるかちゃんのイベントもうちょっとあんま覚えてねえぞ。あれ、これどうすんだ。ピッチング強化、球速安定。ちょっとまた見よう。ジャイロは2だからもういいでしょ。球速安定も取っちゃいます。順の3、速球対抗心も3になってる。東大躍動とか、まあいいや、取ろう。いるって言われたらよくわかんないけど。で、コントロール赤欲しいから、ちょっと待って。で、出航どうなってんだっけ。次がエビルになって、花丸っていうのがあるのか。花丸行ってみる。ここどうなの。逃走学園。
黄色2つあるのか。しかも L 型だしな、使いやすそうではあるけど、まあまあまあでも。で3色は欲しいからもう1色をちょっと回収しよう。クリスマス、お、ここ回復してくれるか、ありがたい。逃げ玉開眼した、早い。いや俺の中ではね、ちょっと皆さん上級者の人たちがどこら辺で開眼するのかわかんないけど、俺の感覚でいくと早い。88か、これで88になるのか。進化値がそうか、まだあれなのか、たまに切ってないのか。野球が上手くなりたい。大凶、え、なになになに、あぶねえ。さあそれで、まあ、59だったらまあいいでしょう、出航しちゃいましょう。でエミルに行って、てか赤必要なかったな、まあいいや、エミルに行こう。で変化精神、変化精神がないからすんげえあんだよな今。火消し投資、お、全経験ってありがたい。彼女ボーナスダブル、こいつ何くれ、強心臓大金くれんのか。で90使うのか、でもまあそんなもんでしょう。2人ずつも取っちゃってよくね。あと何くれた、あ、投資。じゃスタミナ上げよう。これスタミナもうさ送ってんじゃね、上限6ってどうなの、まあいいや。で上げられるだけじゃ急速も上げていくか。でここではちょっとやっぱり技術が欲しいんだけど、出航先を確認しないといけなくて、金剛とかってある、まだアスレテースがある、あ、アスレテースか、あ、金剛2つあれがあるね。円卓はちょっとこっち目指してみよう。だから速攻で行かなきゃいけないのか。857とか異常なんですけどマジで。あ、ここ積みやすいな。ちょ、筋力が急速で必要になりそうだから、とりあえずやるだけやろう。闇野くんもいるし悪くはないでしょう。さあそこから888か、あー4色あんのか。7、あ、ここちょっと積みやすいし、今後もしかしたら諦めることになるかもしれない。投資持ってるよ、ヘルメット問題なんだこれ、もう何でもいいや、 PR だし。打球反応でスタミナで潰せんのか。コントロールはもう全然ダメだ。変化球は、変化球積み上げやすいな。うーん、悩みどころだな。まあまあまあ、切り裂きるしやろう。あれ結局青取った、回復しよう。でここは一応折り辺が取れるんだけど、それは取らない。これがいくつ、8か、320だな。これやって、これやってたら、これやったらもういけないよね。あれ赤ってやった、赤なくね。そもそも赤がない。いや難しいぞ、ここちょっと長期滞在することになりそうだな。でもこれやるでしょ、
ありがとうございます。でこれやめておこう。今は技術が欲しいから。うわー、いけなくなってしまった。しょうがないからの、まあオーバーオーバー800とかすごっっていうね。積載量、どうする。ちょっと待って、筋力だけそんないる、超悩むんだけど。まあいいや、やろう。やるときにやっとこう。技術も50くらい入るしね。これでやめておこう。で、これも回復しよう。で、ちょっと待って、出航がもうタイムオーバータイムオーバーになってんな。さてどうする。もういっか、マントルで、マントル行くか。めちゃくちゃオーバーしてんな。ロック、あー、これはまあ一応経験点だけ見るとすごいけど、どうなのこれ。赤がないから今暁にはいけんのか。アンドロメダってどうなの。で技術が欲しいのよ。シラス行きたいな。じゃあシラスありだな。まあマントルも、マントルに行けばいいか。積載量112にして金徳回収する。それともでもあれか、これはこれで悪くはないのか。経験だけ見れば。いけ、フローターなんとか。それはやらない。火消し系か。さてちょっと、ま、変化球がまた凄まじいことになってんだ。じゃあ高速進化7までいけるわ。技術がない。だってもうスタミナ上げきったでしょ。でマントルにしかいけないから出航。鉄腕、よしよしよし、技術が欲しいんですよ私は。よし、技術アップからの技術アップ、彼女ボーナス。変化球はなんかもういらん気がすんな。制圧、お宝、逃げ玉、なんかいろいろ手に入ったけど。対左はまあ2つ潰すでしょ。打球反応も意外に微小が減ってきた。鉄腕で宇宙層も取っちゃっていいでしょ。形勢逆転、火消し、マインドブレーカーって何。ああ微小が足んねえのか。制圧、さて一応ちょっと出航先を見ておこう。あ、エジプトがある。エジプトもまあ悪くないな。じゃあ何するって言ったら、エジプトに行くんだったらいいよね。エジプトで、まあ、ここら辺結構溜まってるけどな。この郷田くんだっけ、技術が溜まってんのが結構いいな。エビル結構良くないか、練習的にも思ったけど。ちょ、エビル行こう。エビル行けなかったらエジプト行こう。よし、それでしょう。だ3ターンでなんとかしなきゃいけないから、でまず変化球でとりあえず赤を確保しておこう。ちょ、誰もいないけど、アグレッシブハルカちゃん、これは業者に頼もう。さあそして、はるかちゃんはもういいや。8か、8だったらちょっと技術が手に入れられなそうだからな。7、7にしておいて、
あぶね、サボり癖だけはマジ勘弁なかった。で、ここが6。うわー、いや、どうなの7。もうそういえばスタミナさ、直上げしすぎてさ、あれやちだ、もったいないことしたな、久々すぎて。さて、鬼ごっこしよう。よくわかんねえけど、旧対抗しで、もう出航しちゃおう。これ知らせ行く。え、てかさ、あと2回いける？そのあ、まだいけんな、大丈夫大丈夫。ここはもうちょっと早めに見切りをつけてるから、はい、クロスキャノン。ダイバーに必要なもの、判断力。これ、おお、体力下がった。やっぱちゃんと確認した方がいいよね。急速上げていこう。おお、めちゃくちゃ使うね。でもなんかなんとかなったな。やはり技術だな、そうすると。スタミナも大したことないから。なるほど、6か。コツが来てるから、貯められるっちゃ貯められるんだよな。5。出航先を例によって見て。5あれば、まあまあまあ、なんとかなるか。こっちは行かなくていいから。一応、一旦もうこれ確保しちゃおうか。で、ライジングキャノンの2回目。ミスターゼロ。からの8か。いや、経験点的には悪くないんだけどな。6 88 108だったらちょっとここにしておくか。佐々木がいるし、鈴木だ、間違えた。でメンタルがいける。なんかとんでもないのは、まあ、これがあるか。いや、でもこれやっちゃうと増えちゃうから、一回回復する。530も変化球がもういらないでしょっていう感じだからね。私は諦めない。腹筋防止コントロール、いや113か。これちなみにさ、66になってるけど、どっちが来るんだ。もういいや、出航しよう。金剛へ行きます。出航できません。なんで、あれ、何が足りない。あ、まだ鈴が足んねえじゃねえかよ。もういったんか。じゃあこれやっちゃっていいな。ほい、左キラー。やめとこう。一番多いやつは関係ないからね。これやりたいっちゃやりたいけどな。で、ちょっと待って、これ3000がもしかしてマックス？普通。いやー、技術不足だ、マジで。で、かつ、ちょっと。拡張能力ってどうなってんの。あ、これじゃ格格上げまくろう。格10。技術足んねえから集客力無理だ。で、金剛に行って、で、ぶっ飛ばせる。これよくわかんないけど、ぶっ飛ばして、金剛連合ボーナスで技術もらう。お見送りすまん、よろしく頼む。ちょびっと彼女ボーナスでさらにゲットで、海賊船も。海賊船いいな。ここら辺がやっぱりうまく使っていかないといけないよね。もういいや、お任せします。あ、俺スタミンになってる。あ、先発になってるな。で、試合チケット使うのはやっぱピッチャーの方がいいよねって思いました。今回は甲子園系は全部試合チケット。
使ってきます。うおーいちょっともうマチさん今何もないんだけど、パワーアップしてみる、いくぜ。ちょっと待って、今どうなってる、お願いします。ゲー成功しやがった。どうなって、待って何が上がった、急速だってもう上がってなかったでしょ、なんか余計なことしたな。まあいいや、まあこういうもんです。で何がいいかって言ったら、こいつあげたいな。1700だからまだ大丈夫か。ここはちょっと合同練習目的で、これ何がいいの、ブリッジ、バウンド封じいらない。で183、あ来た来た来た、技術400、一応全部見よう、これだな、夏見た。これもうここで粘る。で666か、343、いやこれはいいな、ちょっと一番多くなっちゃうけど回収の方が優先でしょう、どう考えても。船積みターク、いやここいいな、今後覚えとこう。いやもういいよ、で6月はもうフリーといったか。じゃああと赤が欲しいから、ここもう最後まで粘る感じだよね。であと1回赤練習しておこう。いやもう大丈夫です、オーバーしてんな。437、いやこれコバくんっていうの、今回めちゃくちゃ役立ってんな。 1D ファーゲー、では技術を最後に取る。あおちゃん君は一体何のか、50か、いやめちゃくちゃオーバーしてんな、もう無理だなこれ。でちょっとコントロールをじゃあ108まで、これ どうなの、107から108に上げる、285でしょ、変わんねえし、ちゃんと見よう、263でしょ、これめちゃくちゃ上がんねえ、で279、ここは変わんないんだよね、ここだ、280から284で284から285、1か、じゃあいいや、どうせ余ってるし、やりきらんとろう。でやばくないこれ、クロスキャラも取ろう、ミスターゼロも取るか、あマインドブレイクもいけんじゃん、取れるし取ろう。で荒れ玉、変化球、対抗心で3色はやっぱりちょっと欲しいから、欲しいって言っても、欲しいって言ってもだよね、6月の4週にも帰る感じか、そうだよね。で、はい、本塁打現金で目的地到着、いやーこれ筋力余るな、彼女を追う、精神も余んな。でこっからはデートだけど、これ完走できなくない、今思ったけど、ちょっと待って、しまった一回もデートしてなかったわやることねえし、いややろう、ここちょっとしくったわあでもはるかちゃんってあれだってマインドブレーカーくれんだっけ、だ全然考えてなかったな、てか編成の仕様がないからね今のところ。
超安全圏領書を閉めます。コンビータも現金、仕上がりも一応持っとくか。重い玉も持って、低めも持って、変化球が少し足んない。伸び最後になんかくれた気がするんだよな。これ要は勝手に買ってくれるってことでしょう。ありがたい。早い。いいな、このチケット。このチケットどうやって手に入んの？1個しか持ってないんだけど。はるかちゃん、最後の選択肢、マインドブレーカー以外があったけど、何だったっけ？これは階段で行こう。1回はデートしとかなきゃいけないのか。そういうことね。変化球じゃなければいいや。SR キャラがもう一匹欲しいんだよね。できればバウンサー。4回か。悲しい。せっかくはるかちゃんお借りしたというのに。お任せでしょ。で、筋力精神でちょっと開眼するか。これも300と200のぶっ込みでいいでしょ。これ伸びとか来ないかな。鉄人か。鉄人とか一応怪我しにくさ持ってんだよな。いらない、さすがにいいや。ど根性か。最後に変なの来ても困るけど、あ、怪物9位か、悪くないな。で、ちょっと海岸はもう少し待っておくか。これ二次得がさ、今一個もないからさ、二次得つけたいんだよね。できれば新街道。そのためには街道を取らなきゃいけないんだけど、上がんのか。スタッフか。全然だな。まあでもやっぱ技術のためにやっておくか。でコモお任せで、ここの試合が終わったらちょっと開眼してみるか。またお待たせいたしました。いやいいわ、めちゃくちゃ楽だこれ。行っても入んねえし。これ能力関係あんのかな。自分の点が入んないけど、と海岸で、まあ、また300ぶっ込むでしょ。これも200ぶっ込んでいいでしょ。で海岸、二刀流なんてあんだ。俺全然二刀流じゃないんだけど、二刀流キャラ作るのもいいかも。またど根性きたわ。ジャストフィットしかないからね。では取りますか。ジャストフィット、手応え、縛り、あと敏捷使うやつって何？なんかあったよね。まだキレとか意外に。そうだよね、敏捷使う。13か。13はもう無理だな。いけるか。8。あれ今どこ、次決勝違うな。もう一回いけんな。もう守備やろう。お待たせいたしました。点取られたわ。きっとホームラン打たれたんだな。オクタビアに変わってるし。まあ、40くらいだったら全然こっちでいいでしょう。あれあいつなんか、敵になった明神。いや分かんねえや。あれ俺入れてんのって明神だよね。一応キレ取っとこう。ん？で？あ、1500か。全然大丈夫だな。
まあ、あとエピローグで経験点もらいつつ整えていきますか。お待たせいたしました。ゲノブ、あれ相手明神がいないってことはやっぱうちにいるのか。60 なんか微妙なんだけど経験点が。え、先発しかなくね。てか何でもできるでしょ。これ何、ちょっと待って、わかんねえ。そうか、こんなんあったな。一応見よう。てかここでキレ手に入ったのか。バットでキレ、玉持ち、ジャイロボール。え、ジャイロボールとか取ったっけ俺。玉持ち取ったっけ、なんかもう覚えてねえわ。何も考えてねえかな。でここでそう、伸びとカイドウくれんだよね。ここで新カイドウが本当だったら欲しいんだけどな。ちょっとそれはもうチケットを引きながらいいやつが来るのを待ちましょう。ということで29000か、すごいな。3万近いな。みんなどれくらい経験点出せんだろうな。カイドウは取るでしょ。ポーカーフェイスはちょっともう緩急。あ、玉持ちも結局なかった。ジャイロボール取ってあったわ。じゃあ玉持ちにした方が良かった。ダッサン、玉持ち。一応緊急登板。前回アウトロー。あ、便証がない。意外に便証必要だな。便証系以外は、牽制も便証必要なのか。回復一応2個つけてくる。暇だし。いや、もうねえわ。あげられん。便証がねえわ。意外に便証が必要なことが分かった。え、じゃあどうする？せっかくだから、ムービングファーストでいいか。変化球もあるし。パワーとか上げらんねえ。パワーとかなんかめっちゃ上げられる気がするんだけど、どうでしょう？上限プラス4とかになってるしね。A。ちょっと待って、これ普通にさ、なんか何も考えないでやっちゃってるけどさ、拡張能力で集客上げた方が良いよね。ちょ、待って待って待って。もういいや、めんどくせえから、弾道は3にしとこう。で、ミートも、まあ、E あればなんとかなるでしょう。いや、これ D までいけんな。これ C までいけんじゃねえか。はい、いける。で、弾道4だよ。で、パワーヒッター、あ、無理か。あと何？補給。で、二刀流取ってない？集客。集客してね、書くか。あとなんかある？チームプレイ、いや、それはいいや。俺はバントしない、ホームランを打つ。あと野手能力的なやつ。逆境とか、あ、そうだよね、逆境取れそうだよね。意味ないけど代打、いいじゃん。そのまま代打して投げる。あ、怪我しにくさ。 OK、 PG6 か。最後よくわかんないのあげちゃったかな。まあ、詰めれば PG だから、 EFG、 PF とかもなんか作れそうだね。インターン どういうの作ってんだろう今。なんかやってる人の動画1個見るのはありだな。PG の6とかだっけ、なんか忘れちゃったの先発。先発くんと、はい、本当に PG6、 水増ししてない、水増しはしてない。 あと1で PG7 になったけど、まあいいや。あ、はいはいはい。で、こうのこうのこう、という感じで、いやー、マジいいね、ここ。ちょっともう少し詰めれば、かなり強い選手ができるのと、あとバウンサーが本当にね、一人欲しいんですよ、SR の。とりあえず、チケット回して、まあ、いいのが出たら、また入れてやっていければと思います。というところで、今回はここで終了します。まあ、とりあえず、一旦復帰してみて、まあ、
野手とピッチャー1人ずつ作ったんで、あとはまあぼちぼちね、もう本当にエンジョイ勢でやっていこうと思いますので、まあ、そんなに、サクスペの方は頻繁には投稿はしないと思うんですけれども、まあ、またね、機会があれば見に来ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。